どうも皆さんこんにちは、茶まんまの抹茶です。今回はパラディンスカジュアルマッチということで、オクタビアちゃんを使って感謝の門で戦っていきます。こちら2フランク2ダメージでタンクなしですね。で、対する相手が2サポート、2ダメージ2サポートかで、フランクなしって感じです。いやー、ちょっと実戦で使うのは初めてなのでドキドキしておりますが、頑張っていきましょう。This won't be easy or clean, but we don't mind getting a little messy. さあ、やっていきましょうか。司令官のクレジットですね。パッシブはこれでいきます。なんかこれ人気みたいですね。クレジット素直に増えると、咀嚼とかも早く詰めるようになるし、敵にスタン消えたら CC 向こうじゃないな、軽減のなんだっけ。The battle is about to begin. やべ、体勢も冷たいするしって感じですかね。なんだっけ、タレントは苦境でいこうかな。ジャンプして降りた時にヒールするよってやつですね。で、なんかいっぱいジャンプできる。こっちで行きまーす。うん、そうだね。相手も主食です。ということで。行きましょう。Don't know what we do without. We're surrounded. They never saw it coming. この辺にダンパチングな。やべ、落ちる。いってやられたな。ダンバのコブラってのは、体勢だね。僕が言ってたの体勢だわ。あってるあってる。最近英語のあれで、危ない。ちょっとこれポイントに何やといて、ドラゴズしか使えないエリアになっちゃった。さあ、全体的にちょっと後ろ目で戦ってますね。みんな。さあ、ヒヒーンということで戦えてきまして。わお、当たった。いって。やられた。ああ、あれなんだね、スタンカーバさんだね。右来ないのか。Good night. Enemy rampage.どこに？やば。あいつ。ジルせねえな。ちちこじらね。サッカーボス逃げたね。裏にドラゴンが入ってる。オッケー。Thanks. お、なんかいっぱいいる。出てるか。
どこにいるの？ヒール入れるよ。危な。やっ、危ねえ。咀嚼積みます。あと何積もう。いや、まあ咀嚼に2試合で3まで行きたいんで、ちょっとこのまま置いときましょうか。オクタビア、なかなかあれね、遠距離がダメージ出ないのがしんどいな。程よい距離感で戦わないといけない。このジャンプはかなり便利ですね。いや、僕のロードアウトでこれ使った後のジャンプした後のダメージ積んでるのと、これか、飛ぶと屈曲した、違う、湾曲した土地のクールダウン短縮が入ってるので、大丈夫か。やべ、逃げながらあれしていこう。ゴビクター。さあ、これで咀嚼さんまで行きましたね、ようやく。さあさあ、遺品いうことで、お、危ない。この旗貫通しないのか、弾。あ、やべ、これ落ち返ってもいいかもしれない。それやばいぞ。ありがてー。Thank you.フォローがすげえ、フォローが。もうフォローしようかな、アンドロ君を。あれ、全然使ってくれない。よっ、これで後ろに引いていきましょうかね。天井ごっつんこでガチヒールできるし。うわーっと一発やられたなぁ。あ、ハンドが倒してくれた。これ暗息持ちつんか。僕に欲しいのは暗息持ちですね。ダメージが欲しい。そう、これセリスをヒールしたい。あれ、まあいいじゃん。うん、飛び行くか。あ、やべ、変な飛び方しちゃった。あっちから誰か来るんじゃない。来てるどうする。ヨホー、やべ、やられた。暗息の地積め2、何がいるんだろうな。いや、まあ黒字じゃねえ、なんだっけ。暗息の地積んでいきたいね、これはね。これ左の方がいい説あるか、もしや。ジン君と一緒に行ってみるか。誰も来ねえ。こんにちはしちゃった。
3人ぐらいいるわあそこ。やば。いて。アップねなんで近距離でわざわざスコープ覗いたんだろうな。あそこまで近かったら同打ちでいいんだよね。なんだやべ、連射速度も速いし、なダメージはもはやあの位置だと多分変わんないし。いて、あれ死んだな。自己火自己火。あ、いた。よいしょ、ヒールするよ。セイシャンも入っておいて。右上カボスが行ったな。嫌がらせしてたな。あ、それ痛い。ほっ、こんにちは。ほっ、さようなら。めちゃくちゃうまくいった感出てる。あ、なに、撃ってますよ。撃たなかったな。あれ撃ってくれればラッキーだったのか。多分何十発か残るよね、あれだと。発動までいってないから。750、どうしようかな。何積むのがいいんだろう。誰だっけこれ、オクタビアちゃん。まあ照射観測の地はまあ無難なとこだと思うんだけど、いっぱい飛びたいからクロノスに積むか。あと足、そんな感じで行ってみようか。キルマ好きなんだよな。さあやっていこう。よいしょっと。行け。行け。敵だらけだった。誰かと 1v1 だったら全然チャンスあるんだけどな、オクタビア。かなりの DPS だよね。秒間1500出せるから、あの距離なら多分。1500もいかないかな、でも腰ダメだと。足りんのか。いってそれはいてさあ、あとウルトが 8% か。
なんかちょろっとしたら撃てそうだね。さあ、ヒヒン撃って、味方3人落ちて。もうこれ、今行かないと。で、あ、チームコ積んでなかった。経験積んでなかった。いや、耐性か。耐性だったな、ここ。余計なものが勝っちゃったよ。さあ、敗北ですよと。いや、相手のスタンキーうまかったね。カーバスもランボも結構暴れてたよな。さあ、結構こんな感じですよと。6万7000。まあまあまあって感じのダメージ量だったね。あー、でもなんか相手のを見る限りでは、あれか？タンクがいなくて負けたに近いかもしれないね。もしかしたらわかんないけど。いや、結構、オクタビアちゃん、そんなガシガシ詰めてくるキャラがいなければ、かなり使いやすいかもしれませんね。あの終盤の何ラウンド目だあれ、2、3ラウンド目ぐらいの最後の防衛成功したのめちゃくちゃ気持ちよかったなっていう、個人的にすげえ楽しかったなって思い出があったので、また使おうと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。